NPB 新2軍球団、ドラフトにも選手会にも参加しない。これ果たしてこれは NPB 球団なのか、戦力外置き場でしかないんか。リーグを偶数にしたいだけやしな。最近戦力外の諦めが悪いし、こういう施設は必要かも。別にそれはもう独立リーグで十分じゃない。12球団拡張のための下準備やからな。オイシックスも早手も1軍球団持てるような規模じゃないよな。球団拡張なんか既存12球団にとって商売がたき増やしてパイ減らすだけだからやるはずがないわ。そんなんで機運入るんならサーパスやシーレックスは独立採算やめて撤退なんてしてないんだよな。ドラフト参加できませんし筋力ありません。球団はどうやって強くなるんや。戦力外の選手は2軍で首位打者狙えるレベルがゴロゴロや。1軍レベル2チームにするには絶対無理やけど、参入したらトレードや現役ドラフトで初年度楽天ぐらいにはできるやろ。12球団の2軍の首脳陣の目には止まりやすくなるし、そういう意味では独立より1軍に近いんちゃう。NPB はともかく少なくとも既存12球団の目的は試合数増なんやから別にええやろ。新2軍球団は良い選手が出てきても1年で NPB に引き抜かれるから強くなりようがないな。人口で見ればメジャー30、日本中にって割と妥当よな。メジャーは強豪に NFL、NBA があるけど日本は J リーグしかないからやや少ないよ。12球団に移籍するにはドラフト通さないといかんとか、本当に独立と変わらんで。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。